ねえねえ、うちのファミリアって確かロキが美男美女を選んで集めて作ったファミリアなんだよね。ってことは、もしかしてガレスも昔はイケメンだったとか？あ、ええとこに目つけたな。何を隠そう、ガレスはドワーフ族でも絶世のイケメンやってんで。いや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 、当時はああ見えてモテモテの王子様キャラでな。ガレスがほんのちょっと微笑むだけでおちん女はおらんかったし。へえ、ガレスってそんなにかっこよかったんだ。バカアマゾネスが、んなもん大げさに言ってるだけだろ。何？悔しいわけ？バッ、誰がだよ！まあまあ落ち着きって。せや、ガレスの昔の肖像画ならまだ残ってた気するな。ちょい待ち。見たい見たい。お、これやな。ち、早く見せてみろよ。の、なんだこれ。どれどれ、私にも見せてよ。イケメンだ。時間の流れってここまで残酷なのかよ。な、言うたやろ、自分らも日々大切に生きんとあかんで。おお、懐かしいもんを引っ張り出しとるの。あ、ガレス、すっごいね。ガレスって本当にイケメンだったんだ。はあ、何を言っとる。こりゃ昔ロキが勧誘して断られたドワーフの美少年じゃよ。はあ？なあガレス、何バラしてんねんな。これからガレスのモテモテ武勇伝に行こうと思っとったのに。こやつがわしのわけなかろうて、骨格ごと取り替えんと無理じゃよ。だよな。がっかりしたような、安心したような。まあもうちょいやったのにな。この聞き覚えのある不快な音は。ロキー、やっぱり自分かい。お久しぶりロキ、あなたの姿が見えたから走ってきたの。そうなの、実はあなたに用事があって。しかし相変わらず立派なもんお持ちやな。あら、これ羨ましいとは言われるけど案外重いのよ。切り取らんわ。そうね、分けてあげられるものなら喜んで差し上げるんだけど。頼んで返信。まあ気持ちだけもろとくわ。で、うちに何の用や。うちで栽培してるブドウから作ったワインを持ってきているの。お酒好きなロキに味見してもらおうかと思って。マジで？飲む飲む、それはぜひ飲ませてーな。そう言うと思っていたわ。それじゃあすぐに持ってくるから少し待っていてね。お待たせロキ。なあデメテル、その音どうにかならんか。音って何の？いや、なんか虚しいからもうええわ。はよそのワインくれるか。おかしなロキね。もちろんすぐ継ぐわね。今年のワインは自信作なの。さあどうぞ召し上がって。くぅ、頼むからはしゃがんといて。誰だ、おかんこの扉を開けっぱなしにしやがったのは。
大事なもんが入ってるからちゃんと閉めろってババアがあんだけ口うるさく。って、なんだロキか。もう、ベイトやんか。何してんだよこんなとこで。見ての通り探し物や。ベイトはあれなん？開いたままの扉が気になってわざわざ見に来たとか？やっぱりベイトはええ子やな。な、うるせえ、そんなんじゃねえよ。それはそうと、ちょうどええとこに来てくれたわ。ちょっとこっちに来てくれるか？ああ、なんだよ。さっきも言うたけど、探し物しててな。悪いけど、ちょっと手伝ってくれへん？めんどくせえ。お断りだ。まあまあ、そう言わんと。うちの背の高さやと、上まで手が届かんのや。ち、それで、どれを取ればいいんだよ。あれや、あの、右から二番目にある木箱な。ああ、さすがにこの高さだと、俺でも無理だな。あ、ベート、何しとるん？はしご、探してんだよ。確かこの辺に、お、あった。おい、ロキ、しっかり押さえてろよ。ったく、面倒かけやがって。大丈夫、大丈夫、ちゃんと押さえとるから安心せえって。うお？なあ、おい、ロキ、なんかグラグラしてんぞ。ちゃんと支えて、うわっ！いっちくそ、何してんだよ。ちゃんと押さえとけって言っただろう。って、おいロキ、大丈夫か？えっ、て、うちはなんとか大丈夫や。ところでな、ベート。なんだよ。事故とはいえ、いくらなんでもこれは、あかんやつや。ああ、あかんやつって何のこと、ち、えっ！なんよ、ベート。うちの胸もんで言葉も出えへんくらい感動したんか？ああ、全く感触がなくてな。胸って気づかなかった。あ？その、悪かったな。ベートのくせに、そんな師匠に謝んなや！っていうか、なんでうちより落ち込んでんねん！さすがにちょっと同情したっつうか。にぃ！そんなかわいそうなもん見る目で、こっち見んな！泣きたいはこっちや！うまかったな、アイズ。すごく、美味しかった。また二人で来よな。うん。それで、ロキ。お、どないしたんや？ここのデザートメニューが、すごく美味しいって聞いたの。それで、あの、食べてみてもいいかな。恥じらいながらスイーツをねだる合図たんもえ！そんなん、合図たんが食べたいんやったら！ありがとう。でも、一つでいい。合図たんの笑顔のためやったら、うちは何でもしたるで！店員さん！ここに乗っとるスイーツ、すぐ持ってきてくれるか！ほら、来たで！好きなだけ食べ！どうや？美味しいか？うん、美味しい。そうか、そうか。ほんま可愛いな。アイズタンの笑顔、プライスレスや。いや、ええもん見たわ。もう今日死んでもうてもうちには悔いはない！それは困るにゃ。なんや？今日の飲み代、今までのツケが全部で100万バリスにゃ。死ぬにゃら全額払ってからにするにゃ。
いやいやな、そんな分かってるって。あれおかしいな、ちゃんと財布は持ってきたはずなんやけど。ロキ、私が出す。いやいや、あかんで、今日誘ったんはうちや。アイズタンに払わせるわけにはいかへん。でも神様でも食い逃げは許さんにゃ。お金が似合いなら体で払うにゃ。もちろんうちで働くにゃ。日給8000バリスで、住み込みまかない費用は締めて1万バリスにゃ。借金増えとるやろ。